眼科の平松です。今日は、目を良くする、遺伝子治療についてお話ししようと思います。緑内障とか、黄斑変性とか、あとは網膜色素変性症とか、あとは網膜の変性の他の疾患とか、はたまた、いろんな角膜、いろんな病気ありますけれども、遺伝子治療っていうのが、今新しい治療として非常に注目されています。で、注目されている理由としてはですね、もうすでに遺伝子治療っていうのが目の分野で使われているっていうのがあるんですね。もちろん日本ではまだなんですけれども、海外ではそういうのが使われ始めていると。じゃあ、それが今どのぐらい進んでいて、どのぐらいこう期待ができるのか、そこら辺について詳しくお話していこうと思います。具体的にもうまず1個現状ある治療についてお話しようと思います。RPE65 遺伝子に関するものなんですけど、これは網膜色素変性症っていう、お病気ですね、の方の、大体 1-2% がこの遺伝子異常を持っていらっしゃるんですけれども、2017年に FDA、米国ですね、アメリカで認可されているお薬になります。こんな感じのバイアルのお薬で、要はすでにもう、治療薬があるんですね。で、これを使っての治療というのはもうすでに行われていて、これは要は市販されているってことなんですよ。つまり治療の研究段階はもう終わってて、一般に使えるようなお薬とすでになっているっていうのがもうすでに1個はあるわけですね。で、今現状この2個目、3個目、4個目を狙っていろんなお薬が今現状開発中です。ただ今日のお話というのはちょっと注意点があって、今日の話を聞いて、遺伝子治療すごいな、受けたいんだけどって言って病院にいきなり行くのはやめてください。なんでかっていうと、まだ現状日本ではちょっと難しいですね。なので日本で治療を受けられるってなると、もうちょっと先の話かなっていうことになると思います。もちろんよく他のお薬とかだと海外から輸入して使うってよくありますよね。でもこれって遺伝子治療になってきちゃうので、日本でそれやるってなると倫理的な問題っていうのがいろいろあるわけですよ。例えば飲み薬とかで、新しいお薬だったら海外から持ってきても副作用をちゃんと理解してやればいいでしょっていうところがありますよね。なんですけれども、ただこのお薬に関しては遺伝子を改変、ちょっと変えてしまうところがあるわけなので、その安全性とか、もちろん有効性はね分かってるにせよ、安全性に関してなど、日本で勝手に使っちゃうってなると、やっぱり適当にやってんじゃないよとか、そういうことになっちゃって、自由診療お金出すからいいよってもんじゃないんですよ。なので、今日の話ちょっと長くなります。いろいろな説明させていただくんですけど、すでに現状を少なくとも網膜色素変性症に関しては1個治療薬が出ている。でもって今後ご紹介するのはありますが、これは今後私がご紹介してきます。これ日本でできそうですとか、海外でこんな感じで研究出てきてますとか、今までもちょぼちょぼはお話してるんですけれども、それまとめてお話ししていきますので、焦らないでください。ただ、これを聞いていただくことで、将来にこんな希望があるんだとか、こんな風に治療ができるんだっていうのが、それぞれの病気、緑内障、黄斑変性、網膜色素変性症の方々、多くの方々が、希望を持てるような内容だと思うのでお話しさせていただきます。で、もう一点の注意点としては、現状の、日本の眼科医であると、あんまりこういうことに、興味がないというか、そういう先生もいらっしゃいますので、眼科医に聞いても、何言ってんの、そんなもの今はないんだよとか、そんな治療なんか出てこないよみたいに言われちゃうこともあると思います。ただ、実際もありますし、研究もされているものなので、現実そうなんですけれども、なかなかこう、普段の主治医の先生に聞いても、いい答えが返ってくるとは限らないっていうふうに思っていただければ幸いです。で、実際どういう治験とかそういうのがあるのかっていうのを話していこうと思います。で、遺伝子治療っていうと、一般の方がついつい思ってしまうのって、遺伝子を全部組み換える、大豆の遺伝子組み換えみたいな、あんな感じのイメージで、あなたの体の全部の細胞が入れ替わるみたいなイメージを持ってるかもしれないですけど、そういうことではないんですね。そうではなくて、あなたの遺伝子の中のごくごく一部をちょっと変える。それも目のところだけなんですよ。つまり、目のところの遺伝子を変えたからといって、他の体の方の遺伝子までババって全部変わっちゃうイメージを持たれている方いるんですけど、そういうんじゃないんですね。で、遺伝子治療、具体的に、いろんな遺伝子の治療の方法あるんですけど、今、主に主流になっているのが、アデノウイルスベクター治療っていうことです。アデノウイルスっていうのは、よく流行り目とかで目のね、感染症を起こしちゃうウイルスさんですね。そこに、
遺伝子を組み替えたものを入れてあげて、そしてあなたの目に入れると。そうするとどうなるかっていうと、あなたの目の遺伝子が急に組み替わるわけじゃなくて、あなたの目にこのアデノウイルスが感染するんですよ。感染すると遺伝子が組み替わってくる。ただこの遺伝子の組み替わりも 0.1%、 つまりですね、あなたの遺伝子がバーって全部あったとして、もう 99% とか 10% 変わりますとか、そんな変わんないんですよ。本当に原因となる遺伝子および、まあ、そこの周りぐらいをほんのわずか、もう全体の 0.1% 程度しか組み替えません。だから、なんか怖いのかなとか、そこまでは思わなくていいと思います。もちろん、遺伝子を組み替えるっていうことに関して、将来的になんかのデメリットがあるんじゃないかという、もちろん疑いはあるわけですけれども、まあ、今現状としては、まあ、そんなに心配しなくていいのかなっていうのが、まあ、現状かなっていうふうに思っています。もちろん、それは長い目で見ていただいてっていう感じになってきますけど、まず、アデノウイルスというウイルスをあなたに感染させて、そのウイルスが経由で、まあ、新しく遺伝子が組み替わってくって。実はですね、人間の、生物の歴史というか、生物の歴史の中で、よくダーウィンの進化論とかって聞いたことあるけど、その進化する過程もウイルスが関係したんじゃないかみたいに言われてて、まあ、それを参考にしたような治療になってくるわけですね。で、じゃあ、遺伝子の組み替えは原因の、あなたの病気の原因の遺伝子を、まあ、綺麗に取って、新しい遺伝子に組み替わって、正常の細胞にババッと入れ替わる。このイメージも実は違うんですよ。まあ、それもあるんですけど、遺伝子の治療っていうのも、いろんなタイプがあります。ですね。多分今私が言った、置換っていうのがですね、一番わかりやすくて、あなたの病気の遺伝子のところを、いい遺伝子に組み替えましょう。これが置換になります。これはとってもわかりやすいですよね。悪いところを取り除いてあげましょう。実は遺伝子治療ってそれだけじゃないんですよ。例えば、破壊って方法もあります。破壊っていうと、なんか遺伝子破壊されたってダメじゃないのって思うかもしれないですけど、例えばあなたのその遺伝子のところが、悪くて、網膜色彩染症になっちゃうとか、緑内障になって神経を悪くしちゃうとか、あとは黄斑変性にしちゃって目の出血を起こしちゃうとかっていう遺伝子があったとするじゃないですか。ここの遺伝子、全体じゃなくてね、全体の中のここの一部だけを破壊しちゃえばそれでいいじゃないのっていう発想があるわけですよ。まあこれはこれで一つの発想として悪くないですよね。ってなってくると、じゃあこの悪いところを破壊しちゃうっていうのも治療の選択肢になってくるわけです。でそれ以外には鎮静化っていうのがあります。鎮静化って何なのかっていうと、さっきみたいに悪いところをもちろん組み替えて入れられれば一番いいんですけど、まあ、それは難しいと。そういう場合は今ある悪い遺伝子を働かせない状態にしてしまって落ち着かせる。これを鎮静化っていうような言い方になります。なので遺伝子自体が治るわけじゃないんですけど、病気として発現しなくなる。例えば、網膜色彩染症だとどんどん悪くなるのを抑えちゃう。もう鎮静化させちゃうっていうんです。だから、治るとはちょっとイメージ違いますけど、まあ、悪くはさせなくする。例えば緑内障であれば、緑内障によって、まあ、どん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 神経が悪くなるのを、もう止めちゃうっていうような、そんなイメージに近いですね。で次が、まあ、編集になります。編集って何なのかっていうと、まあ、今ある形をちょっと変えてあげる。組み替えて、置換するわけじゃなくて、この形がちょっと遺伝子が変われば、そもそも病気になるとか、悪くするっていうのを、止められるわけですよ。場合によっては、それによっていい方向に持ってっちゃう編集っていうのもあるんです。例えばね、今私が言ってるのって、病気の遺伝子を治しましょうって話ばっかりしてるじゃないですか。この編集に他の方法として、別に病気じゃない細胞を、にアデノウイルスベクター入れて、例えば、神経を再生させたいってなると、神経の周りの細胞に感染させて、神経のような機能を持たせるであるとか、はたまた、神経を助けてあげるような因子を分泌させてあげるような機能を持たせてあげるだとか、はたまた黄斑変性とかだと、まあ、よくクオ VEGF 抗体って今注射しますけど、そういう機能を自分で分泌するような細胞に作り替えちゃう。要は、なんていうかな、細胞が薬を作り出すように、組み替えちゃうっていう方法があるんですよ。こうしてあげると、病気の遺伝子がよくわかってなくても、病気の遺伝子とは関係ないところに感染させて遺伝子を組み替えることで毎日毎日お薬を出しているような状態だとか治すような状態を組み出すことができるっていうのがあるんですね。はたまた、まあ、例えば
見えないものが見えるようになるとか、あとはですね、視細胞って言って目の細胞じゃないところに、視細胞のような機能を持たせてしまって、それで見えるようにしちゃうとかっていうのもすでにあるんですね。光遺伝子治療とかっていうんですけど、後で詳しく説明します。まあそんな感じの、編集って方法があります。あとは補充ですね。まあ補充も似たような感じですけれども、例えば、神経の死んでいくから、その神経を守るようなものを、まあ、補充してあげるだとか、死んでいったらまた、どんどん入れてあげる。要は、定期的に入れるみたいな感じになっちゃいますけど、補充してあげて、細胞をよくよくしていくっていう方法もあるわけです。なので、遺伝子治療と一口に言っても、いろんな治療の選択肢があって、まあ、今現状、世に出ていて、売られているものに関しては、皆さんが想像する置換型、つまり、原因遺伝子を直して、新しい遺伝子を入れようっていうものがあるので、まあ、それが、まあ、メインではあるんだけれども、それ以外の方法もいろいろあるし、今日ちょっと全部ザザーっとご紹介してきます。で、今現在分かってるのを、もっと言うと、細かいのは拾えてないかもしれないんで、ザザーっと話して、今後さらにニュースとか出てきたら、これを見ていただいて参考にしながら、まあ、新しいこういう治療が出てきました、こういう治療が出てきました、っていうのの基礎になることなので、まあ、つまんないなと思うかもしれないけれども、ちょっと長く聞いていただけると、今後の新しいあなたの病気の遺伝子治療の時、意味がわかるんですよ。これがわかってないと、毎回毎回なんか全部痴漢だと思ってたりとか、全部なんか治る病気だと思ってたりとか、しちゃうと、なんかこう期待と違うなとか、いうふうに思ってしまうので、ちょっとそこを勘違いしないでいただければいいかなっていうふうに思います。じゃあ、今すでにもう1個できちゃってるのがあるって言ったじゃないですか。それ以外に2個ぐらい、もうちょっとあるみたいなんですけど、わかりやすく言うと2個ぐらいが、第3層試験っていうのに、突入しているのがあります。これ、他の動画でもいろいろお話してますけど、お薬の開発には第1、第2、第3、第4層ってあって、第4層はもうすでに売られてるって感じですね。ただ、第4層の段階だと、まだ、なんていうかね、ちゃんとチェックもしなきゃいけない。売っていて副作用はないかっていう報告はちゃんとしましょうみたいな。そんな感じが第4層。なので、4層になればみんな使えるわけです。だから、3層をクリアするかどうかがすごい重要。第1層っていうのは、本当に少数の、場合によっては病気じゃない人、正常な人にそれをやってみて、なんか異常起きないかなって見る。つまり、今回の治療によって、例えば癌になっちゃうだとか、今回の治療によって、命を落としちゃうだとか、逆に失明しちゃうだとか、なんかそんなことないなっていうのを、本当に数名ですね、の患者さんで見る。で、第2層になってくると、いわゆるこう、量を見るわけですね。例えば日本の九州大学がやってるものだと、低用量、中用量、高用量って言って、量ごとの治験をしてって、じゃあ、どの用量の方が効くのかな、みたいな治験っていうのもすでに今行われてるんですね。これ網膜色素変性症の治験で、遺伝子治療なんですけども、具体的に言うと低用量だとちょっといまいち効きが悪くて、中用量今治験して、で高用量ももうすぐ治験が、進んでるのかなみたいな、あるんですよ。っていうふうに、量を決めてく。で、量を決めたら、投与の方法を決めてくっていうところがあって、だから、お薬にも量を何でも入れりゃいいって皆さん思うかもしれないけど、入れすぎたら逆に悪くなっちゃうとか、ダメージ受けちゃうとかってありますし、逆に効き悪くなっちゃうこともある。かといって、薄くなりすぎたら効きが悪かったりとかもしてしまうので、程よい量を調べるっていうのも第2層の重要な役割になってきますね。でもって、第2層で、ちょっとそれで量を決めた。ってなると、もうちょい多くの患者さんに会って、副作用ってどんなものが起きるのかなとか、はたまた効果ってみんなにあるのかな、何パーセントぐらいの人に出てくるんでしょうかっていうのを、見ていくわけですね。残念ながら今の遺伝子治療でも、すべての人がズバズバっと治るというもんではないわけです。さっきもお話したように、今出ているのは、網膜色素変性症の病気の患者さんの中の 1-2% の人が、治療対象となるような、が市販されているだけであって、まだ他のは治験中っていうのが、今現状あるわけなんですね。っていうので、第2層っていうので、効きがどうなの？副作用がどうなの？っていうのを、ささーっと見るわけですよ。で、第3層がまさに世に出るちょい手前って感じで、第2層で結果が出たとしても、第3層で、第2層って何十人とかっていう規模なわけですよ。ってなると、例えば10人、20人にやっても問題ないけど、100人、200人とかってやってくると、なんかこう、問題が起きる時ってあるわけですよね。10人ぐらいに注射する時って、風邪もひいてないし、健康的な状態でやること多いけど、100人、200人になってくると、たまたま調子が悪いとか、すごい、なんか体質的に、アレルギー出やすいとか、アレルギー出やすい人はあんまりないけど、そういうなんかいろんな状況の人がある程度出てくるわけですよね。ってなってくると、こういう状況の人には打っちゃいけないとか、はたまた大量にやってみたら、
の患者さんにやってみたら意外と結果が出ないとか、まあ、逆に思ったより結果が出るとか、まあ、そんなことを見るのが第3層なので、第3層まで行っていると、まあ、結構こう実用化が期待できるわけですね。で、第3層に今行っているのが、RPGR 遺伝子、そして CHM 遺伝子の治療、まあ、網膜色素変性症とコロイデレミアっていうね、お病気ですね。まあ、色素変性症に非常に似ているので、まあ、色素変性症と思われていることもあると思いますけど、まあ、この2つに関して言うと、いわゆる第3層試験に入っている。まあ、これすべてね、日本じゃないんですよ。日本はね、ちょっとなかなか難しい。九州大学はすごく頑張ってくださってますけれども、まあ、なかなか難しいところがあって、まあ、アメリカですね。やっぱりですね、製薬会社さんとかが結構力入れないとお金が結構かかったりするんですよ。具体的に言うとですね、もうすでに売られているお薬って何千万とかってかかるんですよ。なので、まあ、なかなかこう、なんていうかな、一般の、例えばある大学病院が研究しましょうってだって何千万円の何十人、何百人の患者さんにやれないですね。そんなにお金ないので。なので、まあ、いろんな資金的なバックアップがないと、まあ、正直治療が進まないっていうところも、まあ、残念ながら、この遺伝子治療の、背景にあるところなので、おそらく日本に入ってきた時も100万じゃ効かないって感じですね。何千万とか。ただ日本の場合って健康保険があるので、まあ、多分、最大10万とかで受けられるとかってなっちゃうわけですよ。ってなると、すんごい額になる。まあ今までも、遺伝子治療のお薬じゃないけど、そういうお薬って、まあ日本にもたくさん出てきてましたよね。なので、まあ、ちょっとそこら辺は、まあ政治的というかお金的な課題としては、まだまだ残るところであるっていうのは、ちょっと頭に入れていただけるといいかなと思います。なので、まあそういう意味で、薬、特にね、遺伝子治療に関して言うと、いくつかの課題点があるっていうことも分かっていただけると思います。一つ目の課題点としては、そもそも製剤、お薬として、まあ、きっちりと機能してくるか。まあ、これは一番の課題ですよね。二個目の課題は、倫理的な問題ですね。まあ、遺伝子組み換えっていうのはどうなのって、やっぱり思われる方もたくさんいらっしゃるわけで、そういう意味で、例えば、やんなきゃ死んじゃうとかってなればね、皆さん何でもやること多いと思いますけども、実際目の病気って、まあ、命がなくなるわけではないわけなんで、でも、見えなくなるっていうのは、とても不幸だし嫌なことですよね。なんですけれども、まあ、なかなかこう、死なないからいいじゃないかって、やっぱ思われる方も多いんですよ。皆さんは、まあ、辛い思いしてるからなかなかそんなことないと思いますけども、そういう、なんていうかな、考え方の方もいらっしゃって、まあ、そういう人とのせめぎ合いというかバランスも多少あるってとこですね。そして資金面、お金の問題がある程度解決してこないといけないですね。特に、ですね、一番目に関してはもう製薬会社とか医者が頑張ること。二番目、三番目は、まあ、皆さんの力だとか、まあ、その声とかっていうのも非常にこう重要になってくるようなもんだと思っていただけるといいかなっていうふうに思います。で、じゃあそれ以外に今、どんな感じのがやってるのっていうと、もうこれ一部です。これ一部で、これ以外にもいろんな遺伝子に対する治療っていうのが今現状、もうバン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 開発されてるっていうのが今現状ですね。PDE、XB、RLBP、M、MERTK だっけな、MERTK、XLRS、CNGA3、CNGB3、USH2SA、RHOLCA とか、なんかね、すごいたくさん、本当にざっくり言ってすごいたくさんの遺伝子の異常に対しての治療法っていうのが、まあ、それぞれ今現状開発されていて、まあ、治験段階として、今のは第1層、第2層ですね、ぐらいのところで動いてるところがたくさんある。まあ、これは2021年なんとかなんで、まあ、これが数年ぐらいで、第1層、第2層が終わって、で、それでさらに3年、5年とかってしてきて、第3層が終わって、でもって、まあ、第4層って感じになってくる。第4層っていうのは、まあ、一般に皆さんの手に届いてくるのかなって感じだと思います。で、実際この米国でやったのが、日本でいけるかどうかっていうのは、まあ、いろんな問題がね、また別にあるんですけれどもね。じゃあ、さっき、今言ったのは原因遺伝子、つまり悪い遺伝子を置換するなり、まあ、変異させたりとかしてあげて治すっていう治療ですね。まあ、主に網膜色素変性症とかコロイデレミアとか、まあ、本当にこう遺伝性疾患と言われるものが主な対象となることが多いわけですけど、それ以外の治療ってあるんですよ。これの問題点っていうのは、例えば網膜色素変性症だと遺伝の異常形式がもう何百とか何千とかってあるって言われてるわけですよ。となると、例えば、
じゃあ、一番最初に紹介したのは、1、2% の色素変性症しか対象じゃないですよってお話ししましたよね。つまり、あなたの遺伝子調べて、この遺伝子型が一致した場合だけ治療の対象になるわけですよ。ってことは、新しい治療薬ができても、例えば、A 薬ができました。2% の人しか治療できません、色素変性症。じゃあ、B 薬できました。やった!また 1% しか治療できません、みたいな。まあ、ちょっと、地味なんですよね。で、なかなかこう狭い範囲になってしまうっていうのが問題点。ただし、まあ、根本的な治療になるのはとてもいい点ですよ。とてもいい点なんですけど、そういうふうに、ちょっとこう、対象となる患者さんが小さいということは、それだけまあ製薬会社さんもなかなか力入れにくいところもありますよね。一方で、例えば高血圧の薬とか、緑内障全員に使える薬ってなると、もう世界で何千億人とかっていう感じになってくるわけですよね。何千億とか何億か。何億人とかっていう規模になってくるわけなので、まあ、そうすると、まあ、すごい、力が入りやすいし、まあ、すごい一般に手に入れやすくなる、安くもなってくるってところもあるので、どうしてもさっきの原因遺伝子の治療というのは、とても高額になりがちです。なぜかというと、対象となる患者さんが少ないので、まあ、効果になりがちになってしまう。一方で、次からご紹介するのは、どちらかというと、すべての患者さんに対応できるような遺伝子治療なんですよ。ってなってくると、なんていうかな、広くなってくるので、安くて意外と早く皆さんの手に届きやすいってことです。さっき言ったのは、なんていうかな、研究とか遺伝子治療としてはとても王道だし、いいことなんですけども、どうしても時間がかかりやすいし、かつ、なんていうかな、効果としても非常にこう限定的になってしまう。一方で次のことのご紹介するのは比較的なんていうか広い範囲の対象になります。あと1個目。他の細胞を視細胞のようにするっていうことですね。網膜内層にチャンネルロドプシンっていうのを発現させるっていうのがあって、G の GS030 っていう、まあ、治験の名前なんですけど、第1層か第2層ですね。あと九州大学の神経栄養因子を分泌させてあげる。これさっきお話ししたんですけれども、まあ、要は、病気そのものの遺伝子を治してあげようっていうもんじゃなくて、例えば、チャンネルロドプシンを発現させてあげるってなると、そもそも視細胞じゃない周りのところに、まあ、ある程度発現させてあげることによって、まあ、見えるような状態を作ってあげるとか、まあ、そういうふうにサポートしてあげるような状態を作りましょうとか。あと、九州大学がやってる神経栄養因子っていうので言うと、まあ、神経とかがダメージを受けたりとか、悪くなっていくのを止めてあげて、でもって良くしてあげるっていうのを、遺伝子として組み替えて、まあ、それが分泌し続けてくれれば、要は、注射して、例えば3ヶ月効いてまして、また3ヶ月ごとに入れるってなったら、ちょっとさすがに厳しいじゃないですか。なんですけれども、まあ、1回入れて、ずっと効いてるであるとか、まあ、最悪何年かは効いていて、で、まあ、何年かしてまた治療すればいいよね、みたいな、そんな感じになれば悪くもならないし、場合によっては良くすることもできるっていうところがあるわけですね。で、ここまで聞いていただいて、なんとなくわかると思うんですけど、遺伝子治療に関しては、全く失明した後の遺伝子治療というのは非常に少ないです。一個だけあるとすると、光遺伝子治療ですね。これはですね、光に反応するものを目自体に組み込んじゃう。さっきのチャンネルロドプシンですね。の2とかっていうので、これをしてあげることによって、なんだかな、光を感じる細胞を無理やり作り出しちゃうんですよ。だから、ほぼほぼ失明している人の、目の細胞の遺伝子を組み替えちゃうことで、本当は視細胞じゃないものを視細胞にしてあげて、でもって見やすくすると。まあ、前、他の動画でご紹介したのは、この光遺伝子治療をして、で、それが見える特殊なメガネをかけてあげると、意外と今までほぼ失明してた人が、信号じゃない、横断歩道の白線が分かってきたりだとか、相手が分かったりだとか、っていうのが、他の動画で紹介させていただいたけど、そういう新しい研究をね。そういうものが一つの方法としてあります。ただ、これはやっぱり、なんとかな、とってもよく見えるようにすることはできない。なので、あくまで、ベースの治療は、今よくやられている。まあ、例えば、色素変性症の方だったら、アダプチノール飲んだりとか、運動とか、食事とか、まあ、これは基本的に、緑内障の方と、まあ、似たような生活の基地してほしいですし、黄斑変性の人であると VEGF の治療をしたりだとか、まあ、いわゆるベーシックな今の治療ですね、目の注射の治療、だから緑内障であれば目薬したりとか、手術したりとかして眼圧を下げて失明させないような状態を作ってあげると、今言ったような遺伝子治療がとても使いやすい状態。ただ、もう完全に見えなくなってからのはとってもとっても限定的になってしまって、まあ、どちらかというと遺伝子治療よりは、再生医療よりもっと言うと
人工網膜とか網膜チップとかそっちになっちゃうのかなと思います。なので、あ、そうだよね、別動画で人工網膜とかそっち、いわゆるこう、チップを使ったような、いわゆるこう、機械的な方法とか、はたまた、いわゆるこう、再生医療つって iPS とか、あっち系のものはもうちょっと詳しく、まあ別動画でお話しますけれども、ちょっとそれ段階があって、遺伝子治療っていう方が、早くやりやすいし、倫理的にも、まあ比較的こう、組み込みやすいわけなんですけれども、その後、再生医療っていうのがあって、それでもダメだとチップとかそういうのがあってっていうイメージが、まあなんとなく、イメージとして皆さんのイメージに近いかなっていうふうに思っていただければいいかなと思います。で、他の病気ですね。網膜色素変性症は今の遺伝子治療の主な治療の対象なんです。なぜかというと、やっぱり網膜色素変性症っていうのは遺伝性疾患。遺伝性疾患って言っても、よく、他の網膜色素変性症1時30分ぐらいの、詳しい動画があるので、ちょっとそれはぜひ見といてほしいんですけれども、まあ、それを見ていただけるとわかるけど、遺伝子が、関係してるって言っても、なんていうか、お父さんお母さんから遺伝してくるという意味だけじゃなくて、まあ、お父さんお母さんからガチンコした、まあ、遺伝子のうまいこう組み合わせによって逆にたまたま病気になってしまった、まあ、ということがあるわけなんです。まあ、そういう意味での遺伝子異常であって、お父さんおじいさんおばあさんも色素変性症だからなるとは限らないっていうところで、何パーセントの人がどうなのっていうのは、まあ、別動画でちょっと詳しく色素変性症の話してますんで、まあ、緑内障も同じですよね。緑内障も、まあ、親御さんとかが緑内障あると緑内障になりやすいっていうように、まあ、遺伝の、まあ、ある程度関係してくるし、黄斑変性も、まあ、そんな感じになってくるわけですね。あとは錐体ジストロフィーとか黄斑ジストロフィーっていう方も、まあ、いわゆるこう遺伝子の方がすごい関係してくるので、まあ、これらの治療が非常にこう根本的な治療になってくる。でもって加齢黄斑変性っていう病気もあるわけですね。加齢黄斑変性っていうのは、まあ今で言うと VEGF 抗体っていうのを注射してるんですけど、それを組み込んであげたりとか、自分で作るようなものを入れてあげるっていうような治療が出てきています。ちょっとそこを詳しくお話していこうと思います。黄斑変性の人の場合っていうのは、目の奥に注射を今よくしてるわけですね。これ目の絵なんですけど。目にこう注射をして、硝子体っていうところにお薬を入れて、網膜に効かせてる。でも、それってまあ、硝子体をクッションとして効かせてるので、やっぱりこう、効率悪いですし、場合によっては毎月、まあ、2、3ヶ月に1回とか目に注射しなきゃいけないことがあるので、目に毎月とか注射するのは結構辛いですよね。なので、まあ、この網膜から、この抗 VGF 抗体っていう、まあ、注射してるようなのを自動的に出してあげるようにしてあげると。そうしてあげると、勝手に注射してるのと同じになっちゃうわけなので、まあ、悪くならないですよねっていう、まあそういう発想ですね。具体的に言うと、遺伝子で言うと、ソロブル FLT の1ですかね。RGX の314っていうのと、ADVM の022とかって、まあ2つぐらいあって、まあ、合計3つぐらいですかね。っていうのが、まあ遺伝子治療として、まあ、今注目されているというか、まあ、具体的に第一、第二層試験を、今やってるところっていうところになりますんで、まあ、ほどなく第三層に行ってくるのかなっていう、結構結果いいみたいですね。っていうのがありますってことですね。という感じで、網膜色素変性症だと、網膜色素変性症、黄斑変性症。で、緑内障はどうなのっていうと、緑内障に関して言っても、まあ、今は一層二層の治験にはまだ行ってないです。まあ、正直言って、網膜色素変性症とか黄斑変性症に比べるとなかなかちょっと神経なので効かせにくい、注射しにくいっていうところがあるので、ちょっと正直色素変性症、黄斑変性症の後になるかなっていうところだと思います。なので、まあ、続報期待ってとこですけど、現状今緑内障でどんぐらいの進んでるかっていうと、視神経に作用して、まあ、さっき言った光遺伝子治療みたいな感じで視神経を強くするとか、あと神経成長因子とかね、あそこら辺もそうですけれども、まあ、緑内障のダメージによってどんどん悪くするのを抑えるっていう治療は現状あると。ただ今問題となっているのは緑内障、そこは難しいところで、今現状の治療がまあそこそこ悪くもないわけですよ。皆さんにとってはなんかこういまいちだなって思うかもしれないですけど、眼圧を下げる治療っていうのがまあそれなりの効果を発揮しちゃってるもんですんで、まあ、例えば網膜色素変性症って病気は難病で、まあ、具体的には今の治療はなかなか効果的にはないんですけど、緑内障ってまあまあ 99% 失明食い止められたりするじゃないですか。なのですごくこうモチベーションが低いわけなんですよね。なのでちょっと後回しになりがち。ただし患者さんの数ははるかに多いわけなので、まあ、いわゆるこう色素変性症とか黄斑変性症みたいに、まあ、誰がやっても、まあ、その治療は納得だよねっていうのが終わったら、まあ、緑内障に進みやすいのかなっていうのが今の現状って思っていただけるといいかなと思います。で、場合によっては
これよくあるんですけども、ある病気を保険で通しちゃっておいて適用拡大って言い方するんですけど、例えばですね、色素変性症に効くこの、遺伝子、治療ができました、ね、で色素変性症の人に効きます。で一般の方にやるじゃないですか。でその中で色素変性症の緑内障の人もいたりするんですよ。ってなると、あれ、この人緑内障にもいいね、効いてるねっていうデータが出てきたりするんですよ。そうすると拡大適用って言い方をして、じゃあ色素変性症で通した後、緑内障の一般の方にもそのまま使えるようにしていいんじゃないですかっていうふうにすることがあります。そしてこのやり方をよく使われます。こういう新しい薬の治験って、実はですね、患者さんが少ない薬の方が治験ってちょっとしやすいっていう裏事情があるんですよ。なぜかというと、例えば日本で100人しかいない患者さんを対象とした試験を1000人検査してくださいとはとても言われないわけですよ。ってなると、まあ、数人検査すれば、まあ、とりあえず、ね、悪い病気だったらいいとして通しましょうよってなるんですよ。一方、緑内障ってすんごい数多いじゃないですか。日本でも、まあ、例えば40歳以上の20人に1人ってなると、もう100万人じゃ効かないわけですよ。ってなってくると、いや、もっとたくさん治験してくださいよってやっぱ国とかから言われちゃうわけですよ。そうするともう結構大変になっちゃうわけですよね。でなっちゃうので、狭いところで通して、ま、ついでみたいな感じで広げるのは結構ある。例えば今までで言うと、がんの治療薬で最初は悪性黒色腫って言って、結構すごくマニアックですね、皮膚のがんに通しておいてから、まあ、それ以外のがんにも実は使えるよねってなって広げるってパターンもあるんですよ。だから緑内障の方は、なんか聞いてて、私関係なさそうだなって思うかもしれないけど、多分製薬会社はそっち系を狙ってる可能性の多いと僕は個人的には思います。なぜかというとね、神経系に効くのをもうすでに開発したりみんなしてるんですよ。ってことは、これ緑内障に広げられるよねって普通に考えれば思うんですよ。ただ緑内障に広げられますって最初から言っちゃうと、いや、緑内障の治験してくださいって言われちゃうんで、まあ、普通は最初そういうことは口に出さないっていう、まあ、そういう、なんていうかな、暗黙の了解みたいのがありまして、現状そんな感じになってるのかなって。なので、緑内障の人にとってはなんか関係ないなとは思わないでほしいですね。じゃあ、いわゆるこう遺伝子治療ってどういうふうに治療するのっていうと、大きく分けて2つの治療法があります。すごい簡単なのと結構大変なのがあります。例えば今日本の九州大学でやってるのはちょっと大変な方で、海外で、今すでに治験が通ったっていう1個の薬、これもちょっと大変な方です。その代わりこっちは効きがはっきりして出やすいんです。これ何かっていうと、網膜下っていうのに注射する方法と、小視帯内に注射する方法の2つがあるんですね。これ目を横から切った絵なんですけど、小視帯っていうのはここの透明なゼリー状のところですね。小視帯内注射って簡単なんですよ。目にちょっと白目に注射して、お薬巻きは良くて。まあ、今現状、加齢黄斑変性とかっていう黄斑変性の病気に対しては、毎月注射をする患者さんもいるぐらいで、まあまあ一般的に行われる注射なんです。網膜下の注射っていうとですね、目の奥にある網膜ってところに注射するんですよ。これね、かなり大変です。ですね。具体的に言うと、小視帯手術っていう手術をして、そしてちょっとだけ網膜剥離を作って、でそこにお薬入れるようなイメージなんですよ。まあ、具体的に言うとお薬入れることが網膜剥離作っちゃうんですけどね。って感じになるし、注射をできるスペースがこの膜だけなんですよ。ここの膜だけ。ね。小視帯はここのスペースに注射できるんですよ。だから簡単。だから具体的に言いましょう。小視帯注射は研修医でもできます。網膜下注射はそんなにできる人多くないですね。日本に何人ぐらい、100人はいると思うけど、1000人はいないですよね。っていう感じの、なんていうかな、イメージなんですよ。なので、研修医でもできる注射か、もう相当レベル高い医者じゃないとできない注射かっていう感じですよね。まあ、例えば、眼科の専門病院であるうちの病院とかでも、網膜下の注射にできる人ってごく一部だと思いますね。私の場合は、小視帯手術してるので、網膜下の注射もできると思いますけれども、私、できますけれども、まあ、なかなか、白内障手術してる先生とかだと難しい。緑内障手術してる先生でも無理ですね。基本的には、網膜小視帯手術っていうのができる人じゃなきゃいけないので、でかつその中でも、まあ、ある程度の技量がないとできないので、結構難しいんですよ。となると、まあ、今現状海外でできている、RPG、65の遺伝子のやつとか、九州大学で行われている神経の因子のやつとか、
ってなってくると、結構、ま、すごく投与方法としてはシンプルでいい方法です。そして、とても効くし、変に他に作用しないっていう点で、とてもいいんですけど、やる側の技量をとっても限定してしまうし、そういう意味で、できる施設もとても限定してしまうっていうのが、ちょっと問題点が、まあ、よく網膜下の治療になります。ただ、例えば、再生医療、いわゆるこう、IPS とか、あっちも網膜下の治療になりますし、現状一番最初は遺伝子治療も、再生医療、IPS とかあっち系も網膜下の治療から始まります。で、まあいいなってなってきて、小子体になってくるっていうイメージを持っていただけるといいかなっていうふうに思いますね。なので、まあ、とはいえ、網膜下の治療できるところがたくさんやってくれればいいことなので、まあ、皆さんができないってことはないですね。各県に少なくとも1個はできる施設はあるかなって思いますので、1個、まあ、あるかないかって感じだと思いますので、まあ、そんな感じかなっていうふうに思っていただければと思います。っていうのが、まあ、いわゆるこう、遺伝子治療の全体像になります。今言ったのは個別具体的なこともありますし、まあ、全体像で、今現状ですね、のことをお伝えしました。今後もさらにもうちょっとこう、新しいのが出てきたら、それはアップしていきますので、まあ、ぜひぜひ、チャンネル登録、あとベルマークっていうのをしていただいたり、あとはですね、メールマガジンっていうのを発行してますので、それ登録しといていただけると、毎日アップしているのが見れますので、あ、ここで新しい遺伝子治療が出たんだとか、新しい再生医療が出たんだっていうのは、そこでアップしていくつもりなので、まあ、チェックしといていただけると、見逃しにくいかなって、遺伝子治療とか最先端医療だけじゃなくて、基本的なお話とか、ちょっとした皆さんの疑問とかにもお答えすることが多いので、まあ、登録していただけると幸いです。あと今日の話って、ちょっと難しい話、私もしてるなって思うわけなので、まあ、ちょっともうちょっと噛み砕ければいいんですけど、まあ、できる限り噛み砕きましたが、何度かちょっと見ていただいて、確認していただけるといいかなと思います。ちょっと難しい話ですね。かつ、今日の話で、いきなり主治医に何か話すとか、なんか、こういう治療したいんですとかっていうのはちょっと違うので、まあ、そこら辺はちょっと注意していただいて、私が随時アップしてきますので、まあ、それを参考にしていただければいいと思います。また、これって今現状私が分かってる範囲でお話してますけど、新しいのが出て、あ、これちょっと変わりましたよとか違いますよとかってあったら、コメント欄に書いてくだされば、私がそれ拾って私のコメントでまた皆さんに、見えるような形にしていきたいと思いますんで、どうしても最先端医療になりますんで、状況変わったりしてきますんで、そこはちょっとご了承いただければなっていうふうに思いますし、今僕がこういう方向性で行くと思いますって言ったのって、まあ、あくまで僕の予測ですし、まあ、一般的な予測ですけどね。なので、まあ、状況によっては急に技術が発展して、他のがバーンと伸びたりとか、場合によっては逆に、この遺伝子治療自体が、なんかいろんな問題をはらんで急にダメになったりとかっていうことは、正直言うとゼロじゃないと思いますんで、まあ、ちょっとそこもご了承いただければなっていうふうに思います。っていうのと、今日のお話を聞くと、なんだ、色素変性治療あんじゃんとか、緑内障だって未来の治療あんじゃんって思うと思いますけれども、主治医は、いや、色素変性症は治療ないですとか言うと思いますけど、それは現時点の日本の医療でってことなので、決して間違いじゃないってこともちょっと理解いただけるといいかなと思います。まあ、ぜひぜひ今度こともアップしていくんで、まあ、ご支援よろしくお願いします。